ビジネスっていうのは最小単位が大事なんですよ。最小単位。ビジネスの最小単位っていうのは、目の前で関わってるお客さんが喜んでくれるか、喜んでくれてリピートしてくれるか、なおかつ紹介してくれるかっていうことが、とにかくビジネスの最小単位ね。で、全てのビジネスでここをきちっとしない限りは発展はない。例えば社員さんの教育もそこに視点を当てないと無理なんですよ。例えば100億売ろうが1000億売ろうが、最小単位を崩したら絶対事業って成り立たないじゃない。で、これ崩してるのに、崩してることを補完しようとしてるでしょ。ね。で、そのうちどうなるかって言ったら、5席じゃなくて10席になるんですよ。で、店全体がなったりするから、これ成り立たない。で、成り立たないところに目をつけてサイト運営するっていうのもいいけど、大丈夫かしらというふうに思うよね。店がその安く売ったことによって、どういうことが起きるかっていうと、どんどんマイナスの回転をしていくから、多分店は難しくなりますね。で、そういうところを。